え続いてズームです。これ結構使えますので覚えておいてくださいね。えー、これですね、かけますと、ある地点ですね、特定のポイントのみを、はい、えー、このような形で,ですね、ズーミングすることができます。今これ拡大率が低いんですが、こんなような感じですね。ちょうどえ中心点が来たところで、えー、ちょうどフォーカスされるような形です。あと大きさね、こういった形で切り替えることもできます。また、円以外にもですね、正方形とかですね、まあいろんな、こう、 形に切り替えることも可能です。描画のものなんかも使えますんで、えー、乗算とかやってあげると結構まあ合成的に面白いかなというふうにも思います。で、これなんですけども、えー、ちょっとこれね、セットで使うといいのが、新規から平面でやってまして、はい、黒色やります。で、こっからですね、エフェクトから楕円ですね。楕円を選んであげます。そうすると、これ楕円が出来上がりますけども、この楕円のですね、ちょうどエフェクトの、はい、中心点。 これに対してアニメーションからエクスプレッションを追加しまして、ここの中心点と、はい、今のマップのですね、ズームの中心点を合わせてあげますよっていうふうな設定します。そうすると、はい、これ合わせてあげて、この大きさもちょっと合わせてあげましょう。こんな感じかなはい。そうすると、ここのですね、マップの中心点を基準に、はい、こういった形で、まあ輪っかを作ってくれるんですね。これ結構便利ですので、一緒に押さえておくといいかなというふうにも思います。